こんにちは、ベルベル人渋谷パラコ店スタッフの岡部です。4月30日に、ベルベル人ウェブストアに掲載される商品を、これから紹介したいと思います。状態サイズなどはの問い合わせはベルベル人ウェブストアに、お問い合わせください。詳しくは概要欄の方に、載っていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまず、渋谷パルコ店の、商品を紹介したいと思います。まずはこちらですね。ナインチネイルズの T シャツ、バックはこちらで、これナインチネイルズなんですけど、97年にデビッド・リンチ監督の映画ロストハイウェイの収録曲のザ・パーフェクト・ドラッグの T シャツですね。色はネイビーで、タグがヘインズのビーフィータグの L サイズですね。袖がダブルの、裾もダブル、まあ、L サイズですけどかなりゆったりめで、僕ではジャストですけど、かなり普通の人だとかなりゆったり着れるサイズなんじゃないでしょうか。こちらで 19,800円と消費税ですね。はい、続いてはサブヒューマンズの T シャツです。ファーストアルバムですね。タグがフルーツの XL です。83年のアルバムですね。で、ファーストアルバム、袖がシングルの、裾がシングル、全体的にちょっと焦った感じが、まあ、パンクバンドなのでかっこいいかなと思います。こちらで 25,800 円と消費税ですね。続いてレイジアゲンソザマシーンの T シャツですね。ネイビーボディにバックはこちらで、ジャイアントの表記はちょっと見えないんですけど、おそらく XL か L か XL ですね。大きめです。袖がダブルの、裾もダブルで、コピーライトに2000年と入ってるので2000年ぐらいの、まあ、T シャツになると思います。まあ、結構大きめですね。穴がちょっと首元にピンホールというかコーナーがあります。かなり大きめでおすすめです。こちらで 25,800円と消費税ですね。続いてナッシングレコードのものですね。発泡プリントでこうプリントされてます。タグがオールスポーツの L サイズですね。かなりヘビーウェイトの、ボディになります。袖がシングルの、まあ、裾もシングル。オールスポーツだと年代浅くてもシングルのものがあるので、まあ90年代後半ぐらいかなと思います。サイズは、L サイズなので僕でジャストぐらいです。まあ、ちょっと大きめだと思います。状態もかなりいいですね。こちらで 25,800円と消費税です。続いてチャールズマンソンの T シャツですね。タグがフルーツの XL です。で、袖がシングルの、裾もシングルですね。まあ、アメリカの猟奇的殺人鬼では一番有名な、チャールズ・マンソンの T シャツです。裏面はなしですね。全体的に状態もいいかなと思います。大きなダメージもないのでおすすめです。こちらで 29,800円と消費税です。続いてジョイ・ディビジョンの T シャツですね。裏面はこちらで、結構ちゃんとしっかり古いです。スクリーンスターズ 80s のボディですかね。で、ちょっとブリーチ飛びというか、まあ、汚れがちょっとあります。でモノトーンのプリントでこう黒が中心の、まあ、T シャツなんで雰囲気あっていいかなと思います。80s の L なので少しちっちゃめですね。まあ、ジャストで着るのもいいかなと思います。こちらで 59,800円と消費税ですね。続いてリバースイブですね。色は黒、左胸ワンポイント、ウィスコンシンのキャラクターとウィスコンシンと文字入ってます。で、タグがこちらですね。メイドイン USA の XL ですね。色が黒、かなり雰囲気あっていいかなと思います。全体的にちょっと、まあ、焦ってはいますけど、まあ、黒なので非常にクールかなと思います。裏面はこちらですね。僕でもゆったりするいいサイズです。
こちらで9800円と消費税ですね。続いてこちらですね、517の、ストレッチのモデルですね。サイズが、30の34ですね。実寸で、ウエストが29、レングスが31ですね。まあ、ちょっと細身で、30、まあ、ちょっと溜めてもかっこいいかなと思います。まあ、ストレッチなので履きやすい1本です。こちらで7800円と消費税ですね。続いても517、こちらも517で、ウエストが、まあ、表記32、レングスが30です。で実寸で、ウエストが31、レングスが29ですね。すごく履きやすい、サイズ感だと思います。なんか需要あるサイズかなと思いますね。こちらで9800円と消費税ですね。続いて21時アップの商品の紹介を始めます。まずはこちら T シャツ、チャンピオン T ですね。タグの方がこちら、裾の方についていてバータグ70年代の XL 表記になってます。でリバーシブル T シャツですね。でこちらプリントはラバープリント3段入っています。でこの内側の方に少しダメージがあるんですが、この 白側の方にプリントが入ってないので、こちら側で着ていただければと思います。それ以外特に大きなダメージではないですね。多少の擦れぐらいはあったりします。サイズ表記は XL なんですが、まあ、リバーシブルティーちょっと作り小さいので、僕だと、まあ、そこまでゆとりはないですが、僕で通常に着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらアーテックスの T シャツですね。タグの方はこちら、サイズ表記 XL 表記です。でこちら 85% コットンの 15% レイヨンの素材ですね。でグレーボディにこちら染み込みプリント入ってます。でダメージの方がですね、こちら背中の方に 1.5 穴があってっていう状態ですね。でサイズ表記 XL ですが、多少縮んでて先ほどと同様ですね、僕が そこまでのゆとりは出ないんですけど、普通に通常の感じで着用できるっていうサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてポップアップ T シャツですね。タグの方はこちらアンビルのタグで、サイズ表記 L 表記です。で白ボディにこちらもプリント入ってますね。でこちらの方にもしっかり入ってます。コピーライズですね。で程度としてなんですけれども、こちらの方に少しシミが残ってるっていう状態にはなります。まあ、ただ大きなダメージこちらも特には見られないです。でアンビルのサイズ表記 L なので、まあ、僕がなんか好きなサイズ感ですね。ちょうどよく着れる、少し緩いぐらいですね。この辺は需要あると思います。お値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてシリアルキラーですね。タグの方はこちら、サイズ表記 XXL になってます。でこちら、スカーフェイスのアルパチーノプリント入っていて、こちら状態としてデッドストックの状態だと思います。ちょっとそれを証明するものはないんですけど、タグの感じとかももう水が通ってないであろうっていう状態ですね。まあ、それもあって程度に関しては文句ないと思います。でサイズ表記 XXL なので、まあ、僕はかなり緩い感じで着れますね。まあ、ただ本当水が通ってないので、1回洗って乾燥機入れてあげても全然ありかなと思います。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてパックマンの T シャツですね。タグの方はこちらチェンジスタグのサイズ表記 L 表記になってます。で黒ボディでこちらラバーでプリント入ってます。でこちらの方にもちょっと小さいですがパックマン入ってますね。で黒ボディで全体的に退色してて雰囲気すごくかっこいいかなと思います。でサイズ表記 L 表記なので、まあ、僕が緩く着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてモノポリーの T シャツですね。タグの方はこちらの D のタグになっていて、サイズ表記 L 表記ですね。でこちらも黒ボディにラバーでプリント入ってます。で肩の方にもこちら刺繍が入ってます。でこちらに関しても全体的にフェードしてて、なんか雰囲気すごくいいかなと思います。でサイズ表記が L 表記で、まあ、こちらもですね、僕が気持ち緩く着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。
続いてベン・デイビスの半袖シャツですね。タグの方はこちらのタグになってます。サイズ表記はこちら M 表記ですね。でハーフジップのタイプでエンジボディになってます。でこちらも程度はもうピンピンの状態です。本当まだ張りが残ってるっていういい状態ですね。でサイズ表記は M 表記でプルオーバーなので僕はちょっとジャストな感じにはなっちゃいます。僕だともうワンサイズ上げて着るかなっていうぐらいのサイズ感ですね。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてキューバシャツですね。タグの方がこちらのタグになっています。サイズ表記は S 表記になってますね。で黒ボディに黒の刺繍いいですね。この同系色の刺繍なかなか見当たらないと思います。程度もかなりいい状態ですね。ただサイズが S なのでさすがに僕はこのもピッタピタっていう感じになっちゃうんですが、この辺着れるサイズの方すごくおすすめです。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてラルフローレンの半袖シャツですね。タグの方はこちらになっています。サイズ表記は S 表記です。でボタンダウンになっていて、こちらも総柄ですね。赤ベースの総柄かなりいいと思います。しっかり3点止め、フルディティールいいですね。でこちらも程度めちゃめちゃいいです。これに関しても生地全然張りが残ってるって感じですね。でラルフの S なので、まあ、僕はそのゆとりは出ないですが、まあ、着用はできる、ギリギリできるっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方なんですけれども、こちら5800円に消費税になります。もう一枚半袖シャツ、こちらの方はタグがこちらレインスプーナーですね。サイズ表記 XL 表記です。で 100% コットンですね。で黒ベースに花柄全体的に入っています。でこちらに関しては開きのタイプになっていますね。いいですね。でこちらも程度かなりいい状態ですね。でサイズ表記 XL なので、まあ、この辺は僕がかなりゆとりを持って着れるサイズ感です。まあ、これからの季節使えそうですね。こちらお値段の方が5800円に消費税になります。こちらも半袖シャツですね。タグの方はこちらになっています。サイズ表記はちょっと見当たらないですね。すみません。で青に近いネイビーのベースですかねに白の花柄、こちらも全体的に入っています。程度に関してもこちらもいい状態かなと思います。でサイズ表記あったとしたらこちらは S 表記ぐらいな感じですかね。僕だとちょっと着用が難しいぐらいのサイズ感です。この辺なんか夏女性が着て1枚さらっと羽織っててもいいかなと思います。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いて長袖シャツですね。タグの方はこちらラルフローレンのタグになっています。サイズ表記こちら XL ですね。でシャンパッと見シャンブレーかなって思うんですけど、こちら素材としてリネンのものが使われていると思います。いいですね。でこちらも程度に関してかなりいい状態です。でサイズ表記が XL でかなり作りが大きいので、まあ、僕でもすごくゆとりを持って着れるサイズですね。こちらの方でお値段の方なんですけれども5800円に消費税になります。続いてパジャマシャツですね。こちらタグがいいんですよね。こちらタウンクラフトのタグ、サイズ表記は、こちら38から40、まあミディアム表記ぐらいな感じですかね。で水色と白のストライプいいですね。で素材としては 100% コットンですね。こちらも程度として特に大きなダメージ見当たらないですね。で僕今日も僕そのパジャマシャツ着てますけど、基本的に作りが大きいんですよね。こちら僕も普通にちょうどよく着れるサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が5800円に消費税になります。続いてアーミーシャツですね。タグの方はこちらサイズが15ハーフになってますね。でこちらの特筆すべきはこの肩のダブルステッチですね。そのシングルのものも存在しますが、こちらの方が絶対見栄えがいいというところですね。そこに絞ってうちは買い付けてます。では胸元のワッペンとかも雰囲気です。かっこいいですね。こちらも特にダメージなどはなくっていう本当にいい状態です。でサイズ表記15ハーフですが、ちょっと僕だとピッタピタっていうぐらいのサイズ感にはなってしまいます。こちらの方でお値段の方なんですけれども、こちら6800円に消費税になります。続いてちょっと変わったヒッピーのやつですね。こちらタグの方がこちらビッグヤンクがタグついてます。年代でいうと70年代ぐらいですかね。少し襟は大きめの作りになっています。でこちらスナップの仕様ですね。
全部スナップです。で胸の方も全部スナップになっていて、カフスもですね。でこの切り返しすごい可愛いですね。ほんと70年代らしいというか、ただ特にダメージもなくいい状態です。でこちらサイズで言うとなんですけれども、そうですね、14ハーフぐらいな感じですかね。まあその年代特有っていうのもあって作りはちょっと小さめです。僕だとほんとピッタピタのジャストサイズになってしまいます。こちらの方でお値段の方なんですけれども、7800円に消費税になります。続いてスウェットの紹介です。こちらナイキのスウェットですね。タグのはこちらコンタグ、80年代ですね。サイズ表記は L 表記になってます。でこちらフルジップのタイプで、黒ベースの黒とグレーの切り返しですね。でしかもこの首元ショールっぽくなってて珍しいですね。で程度に関してもかなりいい状態かなと思います。特にダメージ汚れ特に見当たらないですね。でサイズ表記が L 表記なので、まあ、僕がこの辺は着用できるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグはこちらのタグになっています。サイズ表記 XL ですね。でエンジボディにラバーのハーバードでっかく入ってますね。でこちらも程度に関しては特に問題なくいい状態です。でサイズ表記 XL なので、この辺はちょっと作りが大きいのもあって僕がゆとりを持って着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてミッキーのスウェットですね。タグの方はこちらサイズ表記 XL になってます。でこちら5050のボディですね。で水色ターコイズのボディにこちらもラバーでミッキーでっかく入ってますね。でこちらに関しても特にも、ダメージなどなくいい状態です。でサイズ表記 XL で、まあ、ちょっと作り小さいのもあるんですが、まあ、僕が普通に着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてもミッキーのスウェット、タグはこちらの方ですね。サイズ表記こちら L 表記です。でアシッドグレーのボディにこちらもラバーでミッキーが何パターンか入ってます。古い方からですね入ってますね、でこちらも特にダメージなどもなくいい状態かなと思います。サイズ表記 L 表記で、こちらは僕が少し小さめですね、まあ、普通に着れるサイズ感になってます。こちらの方もお値段6800円に消費税になります。続いてスウェットパーカーですね。こちらタイプの方がこちらプリントのラッセル80年代 XL の表記になってます。で青ボディにこちらラバープリント2段で入っています。このポケットのところにもラッセルのこちらタグついてますね。で特にダメージなどもなくこちらもいい状態です。綺麗ですね。でサイズ表記が XL なのでこの辺はちょっと大きめですね。僕もゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてチャンピオンのスウェットですね。タグはこちら90年代の刺繍のタグ、サイズ表記はミディアム表記になっています。でパーカータイプで紐もついてます。でなおかついいのは黒ボディですね。で胸にスクリプトの刺繍入ってます。でこちら程度としても特にダメージなどもなくいい状態ですね。黒の感じもすごくまだ濃く残ってるいい状態です。サイズがミディアム表記なのでそこだけ僕は少し小さく感じるぐらいのサイズ感になっています。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオンなんですよ。タグの方はこちら青の刺繍のタグですね。サイズ表記はこちら XL になってます。でこちらもフルジップで、こちらアーミーのラバープリント入ってますね。こちらに関してもプリントを見ていただけると分かるんですけど、かなり程度はいいです。いいですね。すごく濃く残ってますね。ちょっとそうですね、ダメージなどはないですが汚れだけこの袖の付近に少し残ってるっていう状態です。まあ、ただそこまで目立つ感じではないですね。でこちらも裏面も特に問題なくいい状態です。でサイズ表記 XL なので、まあ、フルジップっていうのもあってね、僕にはかなりゆとりが出るサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージスウェット1枚紹介しますね。タグの方はこちらついていない状態ですね。
白ボディにこちら染み込みのプリント入っています。で汚れの方ですね、ちょっと雰囲気、いわゆる雰囲気系になってます。こういったもうこの辺全体的ですね、シミがちょっとまだ薄く残ってて、あとはこのつまみのリペアが数箇所入ってるっていう感じですね。あとはプリントも染み込みで、袖の方も染み込みなんですよ。その辺はかなりポイント高いかなと思います。サイズ表記あるとしたら、そうですね、表記自体は L ぐらいだと思います。幅自体はしっかりあるんですけど、着丈がちょっと短い作りですね。僕だと少し微妙、若干着丈足りないかなと思います。こちらの方でお値段の方なんですけれども、9800円に消費税になります。続いてリバースリーブの紹介ですね。タグの方はこちら刺繍タグ90年代のミディアム表記になってます。でグレーボディにこちらラバープリント1段シンプルに入っています。こちらは程度かなりいい状態です。でサイズ表記が M なので、まあ、若干僕がきついかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12800円に消費税です。続いてもう1枚リバースリーブですね。こちらタグの方はこちらも90年代刺繍タグの XL 表記になってます。でグレーボディに赤のラバープリント1段でシンプルに入ってます。でこちら袖の方にもプリント、こちらのプリント珍しいと思いますね。珍しいですね。で程度としてなんですけれども、こちら、まずこの肘付近ですかね、つまみのリペアが1箇所あってっていう状態です。あとは多少のシミとか汚れ、少し薄く、本当薄いんですけど残ってるっていう状態ですね。この辺とかも、まあ、ただ古着慣れしてる方は全然抵抗ないかなと思います。でサイズ表記は XL なので、まあ、これはかなり僕がゆとりが出るサイズ感ですね。こちらの方もお値段12800円に消費税になります。続いてパーカーですね。タグの方はこちら80年代トリコタグの XL 表記になってます。まあ、この時点でお気づきだとは思うんですが、このフードの周りが少し擦れてっていう状態です。でノートルダムのラバープリント、いいひび割れですね。でポケット周辺ですね、こちらの方少し擦れがあってっていう状態になってます。あとちょっと付け根の方も少しダメージきてますね。でそれ以外は特に見られないかなと思います。でサイズ表記が XL なので、まあ、僕がゆとりを持って着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が15800円に消費税になります。続いてもパーカーですね。タグの方はこちらも80年代トリコのこちら S 表記になってます。でラバープリントで、このプリントいいですよね。このアーチのプリントで紫とイエローのラバーいいですね。程度に関してもこちらかなりいい状態です。でサイズが S なので、この辺は本当女性に着ていただきたいところかなと思います。僕だとちょっと着用は難しいぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が15800円に消費税になります。もう一枚パーカーですね。タグの方はこちら90年代の刺繍タグ、サイズ表記は XXL ですね。でグレーボディにこちらラバープリント1段シンプルに入ってます。でこれに関しても特に状態として気になるところはないかなと思います。でサイズ表記は XXL なので、まあ、僕だとちょっとゆとりが出るサイズ感で大きい感じになっちゃいますが、パーカー本当数少ないと思います。こちらお値段の方が15800円に消費税になります。続いてベルトの紹介です。こちら、バックルの方なんですけども、カリフォルニアファイアチーフスアソシエーション消防団のベルトですかね。なるほど。でこちら、まあ、物としては珍しいと思うんですけど、そのレザーの状態もかなり使い込まれていて、かなり雰囲気ですかっこいいですね。このバックルの裏の方にもこちら刻印がいろいろ入ってますね。でこちらの方でお値段の方が5800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。まずこちらショーツからいきますね。タグの方はこちらリバースの80年代トリコの L 表記になってます。でこちら紐などもちゃんと残っていていい状態ですね。ダメージなども特になくっていう状態で、こちら裾の方にプリントも入っています。ラバープリント入ってますね。裏面もこんな感じです。サイズ表記 L 表記なので僕だと気持ち緩いですが、この辺はまあなんか人気あるかなと思います。こちらお値段の方が5800円に消費税になります。
続いてリッキーズのデッドストックになりますね。こちらテープの方もついていて、こちら裏面の方にもこちらもついてます。サイズ3032表記ですね。こちら内側の方にもこちらテープタグですね、こちら残っていて3032表記。こちらメキシコ製のものですね。ただまあ古い80年代頃のものなので、アメリカ製と同様ですね。こちらベルトループが細い作りになってます。で3032表記なので、僕だとそのレングスは余る感じにはなるんですが、まあ、サイズはまる方、この辺はデッドストックなんで持っててもいいかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いて519コードロイですね。こちらジッパーの方は42タロン使われてます。で裏面のこちら白タグもしっかり残ってます。こちらレジスターのみのものになってますね。で程度としても特にダメージなどもなくいい状態です。まあ、コーデュロイ自体が少し擦れてるっていうのはあるんですが、で実寸のサイズなんですけれども、ウエスト30インチのレングスが31インチになります。まあ、この辺僕が気持ち長いっていうぐらいですね。まあ、サイズはまる方全然いいと思います。こちらお値段の方は7800円に消費税になります。続いてアメリカ製501ですね。こちらあっちの501で上32インチのレングス34インチの表記になってます。で赤タブもしっかり残ってます。こちらが、先染めのタイプですね。でインチなんですけれども、実寸の方が上32インチのレングス33インチ、レングスだけ1インチ縮んでますね。まあ、180センチ以上ある方とかは全然いいサイズ感かなと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらはアメリカ製501ですね。普通の、まあ、いい色ですね。パッチの方なんですけれども、こちら、ウエストの方がこちら33インチ、レングスは32インチになってます。ちょっと古いインジの方ですね。でこちら赤タグもしっかり残ってます。で程度としてもこちら全然問題なくいい状態ですね。また下も全然ですし、裾の方もこちらオリジナルのしっかり当たりも出てます。いいですね。ちょっとしたこのオイル染みですかね、ほんとちょっとちょいちょいって飛んでるぐらいですね。実寸のサイズの方が、ウエスト33インチのレングスが30インチになってます。まあ、僕だと、まあ、ウエストは気持ち緩いですが、この辺バランスいいと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの方もアメリカ製501ですね。でパッチの方こちらになってます。ウエストのサイズが34インチ、レングスが32インチの表記です。で赤タブもしっかり残ってます。で程度としてはこちらコインポケットとそのポケットの入り口が少し擦れてるっていうくらいですね。あとはもうほんと雰囲気すごくかなりいいと思います。実寸の方がウエスト33インチのレングスが29インチ、レングスが特に縮んでますね。まあ、この辺も履ける方全然いらっしゃるサイズ感かなと思います。こちらお値段の方なんですけれども、9800円に消費税になります。続いてもアメリカ製501、こちらパッチはこちらもパッチ表記34インチのレングス32インチになってます。まあ、こちらも赤タブしっかり残っていて、こちらもちょっとさっきのと似てますね。コインポケットのところが少し擦れててっていう状態です。でこちらもいい縦落ち入ってていい色ですね。こちらも状態特に問題ないです。裾の方もいい感じに当たりも出てます。でこちらの方もウエストの方は、いやすみません、実寸の方は32インチ、レングスが30インチになってます。この辺もバランスはいいので履ける方いると思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。人気でこんなにいいロッチ珍しいですよね。それが集まるっていうのは珍しいですね。3本ですか。うん、いいですね。で続いてヴィンテージの501ですね。こちらはパッチの方こちらになってます。ちょっとそうですね、ウエストの表記は見えづらいんですが、レングス33インチっていうところは見えます。で赤タブの方はこちらもちょっと見えづらいんですけど、こちら裏面の方がいいですかね、スモール E になってます。でこちらシングルステッチもですね、66前期になってます。でトップボタン裏はこちら6番になってます。でこれに関してはめちゃくちゃいいヒゲ入ってるんですが、リペアですね。これに関してはちょっともう股のところもリペアと、ちょっと脱目なリペア
とあとダメージが来てるっていうところと、あとは膝部分ですね、この辺にもちょっともう少し丁寧なリペアをしてあげた方がいいと思います。で、裾付近にも少しペンキなどの飛びがちょっとあってっていう状態です。まあ、レングス自体はオリジナルですね。こちらしっかり耳をついています。またこの濃淡がはっきりしてるんです。すごくそれがすごくかっこいいかなと思います。裏面に関してもこちらの方ですね、こちらもちょっともう少し丁寧にリペアしてあげてもいいかなと思います。これも雰囲気いいですよね。まあ本当雰囲気として捉えてもらえればとは。あとこの辺も少し、まあ、横糸が出ててっていう状態ですね。で、実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストの方が33インチのレングスが30インチになっています。まあ、この辺も僕がちょっと緩く履ける感じですが、全然この色落ち持ってていいと思います。こちらお値段の方なんですけれども、4万9800円に消費税になります。続いてジャケットですね。こちらタグの方がこちらになってます。サイズ表記の方はこちら L 表記になってます。80年代頃のボディですかね、もしかしたら90年代入ってるかもしれないです。で、開きでスナップボタンのものになっています。で、オールブラックですね。この辺なんか刺繍とかプリントが入ってるものが結構多いので、こういう完全に無地のパターン珍しいと思います。で、サイズ表記も L 表記なので、まあ、僕が気持ち緩めに着れるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてナイキのナイロンジャケットになります。タグはこちらの方ですね。年代としては90年代頃ですかね。サイズ表記こちら XL の表記です。で、黒ボディに、赤のスウォッシュ刺繍で入っています。で、こちらもオールブラックですね。ボディ自体はもう珍しいですね。珍しいと思います。この辺やっぱ本当切り返しが入っているパターンが多いので、しかもこちらの方にも薄くナイキの入ってますね。見える、素晴らしい。ジャストドゥイットいいですね。で、この辺やっぱそのこのゴムがもう伸びきってるもの本当に多いんですけど、これに関しては全然まだまだ使える状態、着ていける状態ですね。いいと思います。下絞られてないから、下にリブついてないのもいいですね。いいですね、本当着やすい、かなり使いやすいジャケットだと思います。で、サイズ表記は XL なので、まあ僕がこの辺はゆとりを持って着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。最後にスペシャルカバーオールですね。こちらタグの方からがいいですかね。こちらの方なんとスーパーペイデイのタグがついてます。いいですね。で、しかもこちらチンストラップ付き、いいです。襟もダブルで、こちらボタンの方は打ち込みのボタンになってますね。こちらの打ち込みのボタンになってます。また刻印とかも全部オリジナルでちゃんとしっかり入ってます。で、雰囲気としてもめちゃくちゃいい色に仕上がってます。この袖ちょっと見てください。まあ、多少なりともそのダメージとかリペアっていうのはちょっと必須にはなってくるんですが、これだけ着込んでる状態なかなか見つけられないと思います。本当出てこないですね。素晴らしい色落ちです。もう袖の入り口に関してもやっぱ擦れてはいますが、この辺はもう雰囲気として見ていただくしかないのかなと思います。多少のこういった穴とかにつながっている部分も少しあったりしますが、これだけ着込んでいればちょっとそこら辺必須なのかなとも思います。本当年代で言うと30年代から40年代ぐらいにかけての、まあ30年代後半頃だとは思います。そのバックに関してももう本当雰囲気すごくいいですね。多少のこういったところはあったりするんですが、もうその辺はもうこの色なんでご愛嬌だと思っていただきたいところです。で、サイズなんですけれども、こちら42ぐらいな感じですね。まあ、ラグランなんでそこまで、こう張る感じも得意ではないんですが、ちょっと僕だとさすがに大きいサイズ感にはなります。まあ、ただこの辺ビッグシルエット着てあげてもかなりかっこいいと思います。もう色自体はもう完成しているので、もう物としてすごくかっこいいです。こちらお値段の方なんですけれども、こちら19万8000円に消費税になります。